アシレーヌは新しく歌方のアリアを覚えたい。何それ、なんかすげえ技まで綺麗なんだけど。あゆな、まずはアーカルト3つの試練達成おめでとう。次はいよいよ島クイーンライチさんの大試練だね。ライチさんは岩タイプポケモンの使い手。岩タイプか。シェードジャングルで草タイプのポケモンを捕まえるのもいいね。まあでも私水タイプも持っとるけんさ、いっぱいいいんじゃないかな。大試練の準備を終えたら空間研究所においでよ。空間研究所は6番道路抜けた先にある。何かあればロトブに聞くといいぜ。了解です。空間研究所、空間研究所へ行くように博士は言ってたろってね。言っとったね、確かに。じゃあちょっととりあえずムランドに乗って、さあとりあえずこっちまで戻ってきてみたものの戻ってきたもののあれなんよね、もうトレーナーおらんよね。どこかに何かがいる。どこに何がいるというんだ。さっきのシェードジャングルは関係ないやろ。ここの研究所とはまた別やろ。ここも何かしらね。ここはドリーム牧場。化石の研究やっとるぞ。いつの日か大昔のポケモンでここをいっぱいにしてやる。それがドリーム牧場。太古の世界の再現だ。ここは入らせてくれんのやね。まああれはなんだ、あのおじさんの普通の住処ってことかな。回復しとこ。んこの人前からおった。ポキリゾートって知ってる？あ、知ってる知ってる。ほい、それじゃあ回復をさせてください。お願いします。謎が残ってしまったなね。お預かりしたポケモンはみんな元気になりましたよ。またのご利用をお待ちしてます。まあそのうちまたここに来ることがあれば探してみようかな。じゃあとりあえずどこって言った？空間研究所はどこですか。この先シェードジャングル。シェードジャングルはもう分かったんだけどさあ、こっちから行けるんやっけ。あ、てかあのポケモンは？いたよ、いたよ。微妙に距離を詰めて。あ、走らんかったらいけるとかそういう。あー、逃げたわ。クソ、逃げた。あ、こっちの方ポケモンライドしたら誰かおるとか。あ、あっちなんか島があるやん。ほら、なんか島あるよ。ここ上陸できるんや。ほら、なんかおるよ、なんかおるよ。ほら、後ろ向くなよ。隣の天才に勝つため、共に修行をしておる。生まれながらの空手の天才、技をポケモンたちに教えてます。お、これは二人でかかってくる感じ？親子？だね。空手親子とシュートとタツオミが勝負を仕掛けてきた。空手親子。え、でもなんか子供の方全然空手の格好してないんだけど。わ、二人ともワンリキーや。えっけー、おしゃまりカビゴン。さあ行くぞ。とりあえず、あ、チャームボイスが効果抜群やね。あ、全体攻撃できるし、しかも。じゃあこっちカビゴンは Z パワーで行こっか。ウルトラダッシュアタック。さあ、おしゃまりチャームボイスだ。お、いいね、いいね。さあ、そこからの、そこからのカビゴンの、あ、やっぱノーマルかっこ悪いな。ねえ、ノーマル超かっこ悪いな。さあ、Z パワー技で、Z 技、ウルトラダッシュアタック。これでとどめを。これは一匹だけやったんかな。二匹ともに行ってほしいんやけど。ああ、一匹だけやな。まあ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 。よし。よくやった。おしゃまりがまたもうちょっとでレベルが上がりそうやね。さあ、じゃああとは、チャームボイスとのしかかりで、
多分チャンボイスでもうおしまいやけど。おっしゃ、効果抜群。なるほどね、こうやって渡ってくる来れる場所っていうのもあるんやな。負けても笑顔、ポケモンが安心します。師匠すんません。あっちが師匠なのか。強ければ正義、若い相手に頭を下げる。よし、うん、僕の空手もまだまだ精進せねば。もっと子供らしくていいんだよ。さあ、多分これでもう全部やっつけたと思うよ。あ、上がれね。よし、ち、いるかと思ったけどいなかったわ。さあ、それじゃあ、あ、違う違う、それじゃあこれで8番道路のトレーナーは全員やっつけました。あんなところのトレーナーまで網羅しとんか。ほい、来たよ来たよ。8番道路のトレーナーをすべて倒した。私の出番が杖に来たってことよ。じゃあそろそろスタートするわ。お願いします。さあ、それじゃあ始めましょう。私とポケモンが織りなす全力のショータイム。こっちだって負けんぞ。かわいい。エリートトレーナーのアイリーが勝負を仕掛けてきた。お、キャモンメ。いいな、なんかエリートトレーナーって感じやね、格好とかが。さあ、相手はキャモメだ。ピカチュウで行こう。ピカチュウ出ておいでー。いっけ、ピカチュウ。あー、切り刻まれる。まあ、全然効いてないけど。さあ、ピカチュウ、電気ショーク。10万ボルトとかも早く覚えたいね。電気ショーク。おっしゃ、一発。やったね。この一匹だけ？お、おしゃまりがレベル35に上がった。ボスはレベル28に上がった。あ、鬼ドリルがおる。いや、入れ替えません。大丈夫。おお。さあ、行け、電気ショックだ。まだか。あ、やべえ。ピカチュウ、電気ショック。一発でいけるか。あー、一発はちょっと、だいぶ無理やったね。じゃあ、ちょっと待ってね。回復しとこう、回復。さあ、オレンの実をお食べ。あー、でも一発でやられそうな気がする。ね、多少しか回復せんもん。あ、ほら、もう絶対これでやられたわ。ごめんね、ピカチュウ。そう、さっき、入れ替えとけばよかった。やっぱりピカチュウの鳴き声だけちょっと気合入っとるね。さあ、行け、おしゃまり。さあ、あとはアクアジェットで。もうほとんどピカチュウがやっつけてくれとるけんね。オッケー。やっぱりみんな機械音みたいな感じやのに。ピカチュウだけアニメと同じや。高まっていた気持ち。どん底まで落ちちゃいました。まあまあまあ、大丈夫よ、落ち着け。あ、来たよ。おや、おしゃまりの様子が。ついにおしゃまりが。どんなになるんやろ。かわいいかな。そこが心配。かっこよくても別にいいんやけどさ。お、おめでとう。おしゃまりはアシレーヌに進化した。なにこれ。綺麗。いいね、いいね。なんか、すごい髪の毛っぽくない？あ、かわいい！アップになったら超かわいいやん。アシレーヌ登録完了。あ、よかった。ここは、なんか進化するたびに可愛くなっていく感じかな。ビンゴー！同じページのポケモンが全部埋まったろ。アシレーヌ、ソリストポケモン。歌声を生かし戦う。毎日の喉のメンテナンスはトレーナーの大切な役目。マジか。気をつけるね。アシレーヌは新しく歌方のアリアを覚えたい。何それ、なんかすげえ技まで綺麗なんだけど。
歌方のアリア、どんな技？歌うことによってたくさんのバルーンを放出する。技を受けると火傷が治る。火傷が治る？へえ、そうなんや。でも威力90やで、だいぶなことない？往復ビンタとかいらんやろ。さあ、これで、1、2の、ポカン。アシレーヌは往復ビンタの使い方をきれいに忘れた。そして、アシレーヌは新しく歌方のアリアを覚えた。イエーイ、やったね。何系の技やろ。あ、まさかの。おや、ゴースの様子が。進化ラッシュ来たよ、進化ラッシュ。さあ、ゴースが、シャキーン。おめでとう、ゴースはゴーストに進化した。いつも思うんやけどさ、あのギザギザなんなんやろ。あ、でもゲンガーになってもあのギザギザあるよね。はい、ゴースからのゴースト。登録完了。進化したのはどんなポケモンか調べろと。ゴースト、ガス状ポケモン。光に怯え闇を好む。夜中も明るい都会では絶滅の危機にあるという。マジで大丈夫？お、ゴーストは新しくシャドウパンチを覚えたい。シャドウパンチの代わりに他の技を。何がいいかな、他の技。しっぺ返しは？不意打ちは？あー、なるほどね。怪しい光。これ混乱系、混乱系は混乱系で大事な気がするよね。威力で選ぼっかな、もう。これ50。じゃあ、しっぺ返しを忘れさせるよ。1、2の、ポカン。ゴーストはしっぺ返しの使い方をきれいに忘れた。そして、ゴーストは新しくシャドウパンチを覚えた。え、また？しっぺ返しを覚えたい。しっぺ返しね。なんだって？いらないよ。覚えるのは諦める。あれ、さっきのもしっぺ返しじゃなかったっけ？見間違い？私が忘れさせたやつ。私たちの全力のショータイムはおしまい。ショーにお付き合いありがとう。これをお土産にあげる。なになに？アユナに技マシーン58、フリーフォールを手に入れた。アユナにじゃない、アユナは。技マシーン58を技マシーンポケットにしまった。アローラに私の他にも強敵を探し求める全力のトレーナーがいる。寄り道探してみるのも楽しいんじゃないかしら。なるほどね。ありがとう。エリートトレーナーさんがいっぱいいるということだね。6番道路を抜けた先に空間研究所があるっていうのを聞いたんやけど、とりあえずなんだ、どこだ、空間研究所。まず6番道路に、あ、そっか。リザードン。6番道路とはどこだ？この辺？違うね。6番道路。え、なくね？ん？ 6 番道路とかなくない？道路には飛べんのかな、もしや。なるほど。じゃあちょっと、このままで行こうか。こっちの方のさ、なんか行く場所二股に分かれとるやんか。そっちの方向かなと思うんやけど。ここ5番道路やろ？ほら、こっちの方かなと思うんやけど。せせらぎの丘、シェードジャングル。おー、びっくりした。そっかそっかそっか、そういう感じやったっけ、ここ。忘れとったよ。さあ、ディグダがまた現れた。いっけ、アシレーヌ。ああ、いいね、いいね。綺麗だね。歌方のアリア、早速使ってみる。おー、なんか髪の毛が怖くなったんだけど。マジで、なんか思っとったのと違った。思っとったのもっとなんか優雅な感じというか、あれやったんやけどね。よし、じゃあ飛び降りて。こっち側は一体、お、トレーナーがいるぞ。アローラ、俺はヒロト。ちょいとポケモン見せ合おうぜ。見せ合うだけでいいの？
短パン小僧のヒロトが勝負を仕掛けてきた。短パン小僧はどの季節にもなんかすごくそういう格好をしているけれど、何あれバスみたいえ、なんかめっちゃバスみたいなポケモン出てきたんやけど、何あれ、何タイプ全くわからんねやけど、電磁虫、電気系かな、全然見えんけどさ、まあ一応ほらやっつけたよ短パン小僧のヒロトとの勝負に勝った。お前のポケモンかっこいいなぁ。あげないよ一生懸命育ててるからあげないよ。短パン小僧でもいいけど、ハーフパンツボーイと呼ばれたい。ハーフパンツボーイ、それはかっこいいのか。あ、なんか、あ、またしても不思議な生き物がジガルデキューブに吸い込まれた。あ、ここかな、空間研究所、違う、なんか山男おるけど、え、なになになに、え、なに、どっから何が現れたの。え、穴あった、全然見えなかった全く見えなかった。ほい、それじゃあ歌方のアリア、この時の髪の毛が怖いよねちょっとメデューサっぽい感じに、あれで髪の毛の先が蛇の頭とかになっとったら完璧なんやけどねそんな完璧はいらない。さあ、 PPA 移動を見つけた。ほんで、ん、何この、柔らかい砂を見つけた。ほう、そしてこのムーランドから降りて、こっち側にも何か、お、技マシン59、ぶん回すを見つけた。ぶん回すいいねいいね。あれ、この山男は戦ってないよね。一瞬戦っとんかと思った。どうだ、わしの面積の大きさは。わしの面積の大きさ、体の、知らんがな山男の学児が勝負を仕掛けてきた。学児の学はやっぱり山男だけにあって、山岳とかの学、丘っていう字かなほい、行くよ、アクアジェット、バシ。あれはなんか自分が水になったのっていう感じの勢いだったけどなんとスケールの大きなトレ、ん、なんとスケールの大きなトレーナーだ。ありがとう、そうやって言ってくれて。わしは面積だけでなく体積も大きいのだ。はあ、そうですかん、行きます。え、その一言だけ、行きますって戦い挑まられても。エリートトレーナーの葵が勝負を仕掛けてきた。お、来たよエリートトレーナー、さっき私がコテンパンにしたやつや行けや、走れる。あ、ヌメラや、なんか見たことあると思ったらね、ヌメラもあれじゃない、不思議のダンジョンで出てきたよね。なんかあの迷子になっとった子やと思うんやけど、ヌメラで私たちが助けてあげるっていう足へのZパワーを体に身につけた。スーパーアクアトルネード。はい、ケイ。あ、いいぞ、いいぞ。お、一発。効果は今一つだろうが。アシレイヌは154経験値をもらった。あ、そういえば。そういえばあれじゃない？あ、ニーフィア。いや、そのままでいいよ。あの、なんかさ、草のデッドクリスタルもらったやん。私、持たせてないわ。超かわいい。あ、超かわいいよ。何あの子、かわいすぎるよ。リボンとかつけとるし。何今の。なんか特性が働いたの？
おし、バブル光線。し、もうなんか女子力の塊みたいな感じの格好しとるね。連れとるだけで女子力上がりそう。終わりです。行きますと終わりですしかセリフないや。何もありません。お、すごい傷薬を見つけた。やったね。これであとはここかな。空間研究所。こっちの方からぐるーっと、よいしょ。いや、こっちじゃなくて、あ、ん？ここ普通にポケモンセンターなんやけど。え、普通にポケモンセンターなんですけど。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。